お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトバルーンデッキを使っていこうと思います。というわけで巨スケバルーンだったり、最近こうペッカバルーンとかいろんなねバルーンデッキが使われてるんですけども、だからねメガナイトバルーンってここ最近ちょっといなかったんですよ。まあ1年とか半年ぐらい前はねまあいた時もあったんですけども、ちょっとねメガナイトプラスのまあこちらのバルーンデッキ新しく見かけたのでやっていこうかなと思います。でちょっとまた形が独特、フリーズでもいいなと思いますし、ファイバーの枠はまあタルババは別にザップでもね使えそうだしっていう、なんかね結構まあいじれそうな形ではあるんですけども、まあ見た目めちゃくちゃ強そうじゃないですか、このメガナイトランバー。最近なんかメガナイトすごい気に入ってるんですけど、なんかメガナイトランバーとかメガナイトベビドラとかまあ作るだけで強そうだし、まあなんならそこにねこうプラスバルーンを僕は乗せることができるので、まああれかな、トルネファイボータルババっていうね結構防衛にね寄ってる形。いや今回アイスイズナイトや、まあ、スケラかクロスかって感じかな。そう防衛に結構寄ってる形なので、インフェルノタワーとか結構相手の防衛力がすごい硬いデッキは僕からしたらきついのかなって思うんですけども、さあ今回遅延スケラですね相手は。でここで今ボムタワーを使ったので、そしたら、まあ、バルーン飛ばしてもいいかなっていう感じかな。でも単体で金起動されちゃうかな。さあいや遅延スケラ、いやこれはねマジ一番きついっすよ、一番きつい初手から引いてしもうたな。まあ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 、で勝ち方はメガナイトの後ろにバルーンをただただつけるだけだと、こう相手のボムタワープラストルネードでね綺麗に守られてしまうので、まあ僕はそうっすね、普通メガナイトランバーベビドラとかバルーンをつけずにユニットで攻めます。ユニットで攻めてそこにボムタワーを使わせるんですよ。でそしたらいやいいナイト、いや勝てる、ここですね、こういうところでランバーとかつけ足してここにボムタワーとか使わせたらその後にねバルーンを飛ばせばキング起動、まあなかなか一発は確実に入ると思うので、まあ、みたいな感じですね。いや、あのベビドラとかもワンチャンキング起動を狙いたいけど、さすがに無理か。さあ、耐えましょうと。いやー、これやべえなー。勝ちたいなー。さあ、お互いほぼノーダメ。いや、これでちょっとリードされた。まあ、スケラ受けはまあ、ベビドラとかあるんで、受けれるっちゃ受けれる。問題、こっから相手が2倍タイム入ってるんで、うわ、相手も待ってんな。これやばいな。ケツバルーン、ワンチャリ。ケツバルーンして、2周目バルーンで狙っていく。さあ、まあ、ベビーでちょっと壊しちゃおうかな。ボム、キング起動されるの嫌なので、ここでちょっと壊して、キング起動しにくくね。刺してあげよう。あれ、トルネファイボーとかで処理するのもいいかもっすね。まだバルーンの爆破でいける。さあ、ここで、相手は確実にポイズン削り。いや、ケツバルーン結構ありっすね。なんか今の感じ。まあ、ベビドラ咲いたし、ランバー行ってよくて、みたいな。ちょっとタルババとかも添えちゃってね。ちょっとおしゃれにね。これユニット攻めですね、僕は。で、まあ、ポイズン垂れるかもしれないなーみたいな思いつつも。さあ、これちょっとね、もう我慢して、許容ゲーでいきたいな。うちのメガナイトが若干微妙いかもしれないっすけど。さあ、これカウンターゲーですね。ワンチャン逆サイもあんのかな。いや、同サイでいい気がする。同サイで、ボム警戒、アイスイザー速攻攻めトルネして、これですね。で、トルネしてからの、相手今トルネ使った、これでボムを、いや、ボム置かないのか。これでボムかな。ボムを壊す用の、ベビーからの、いや、さすがに、あるあるある。トルネが回ってない、これで回るのかな。ユニットぶっぱでいけそうだな。アイスイズを攻めで使うっていう。オッケーオッケーオッケー、いいトルネ使った。で、ここでもう一回回るんですね。で、ボムがギリ回るかどうかっすけど、相手が別のユニットを割いてくれれば、これトルネで壊れるかな。なんかボムタワー。いや、ベビーが攻撃してる。さあ。ベビドラ？いや、ベビドラ一発殴った。いや、神神神神神。大体攻めるしかない。うわ、いいトルネ。いいトルネすぎるやろ、今の。さあ、端前ベビースケラーありますね、これ。僕はもう飛ばすだけ飛ばしまくった方がいいな。
で、これ入れたらダメです。入れずに下げてあげることによってターゲットをね取れてないので、よし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 、いやいいやるやる、耐えろ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 、いやーバレンもう一発飛ばしとこう。僕あのディガーとかがね今回このデッキないので、そこが厄介ですね。いやーちょっとやばい。お、相手が、相手がやってる、相手がやってるけど、オッケー。いや、まあまあまあ、危な。今のまあ、釣られてたとしても、一応最後ファイバーもあって、ギリ勝てた気がしますけどね。いや、まあでも、怖いっすね。この、こういうデッキかな。相手が防衛硬かったら、できるだけバルーンを飛ばさないだったり、ケツバルーンですね、トルネード相手には。で、2周目バルーンで攻める。まあ、あとは、今回僕できなかったんですけども、メガナイトランパーとかメガナイトビビドラを作った際の攻めトルネードプラスファイバーですね。相手がアイスイズとかビビドラとかだと、このファイボザップとか、まあ、ライトニングとかじゃないので、なかなかね、アイスイズとか遠距離ユニットかな、突破しにくいんですけども、まあ、ウィザードとかエレキとかネクロとか、すべてをトルネードプラスファイボーでね、処理してあげれば、いやめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあ、暇なので、8枚ランパーぐらい流して、まあ、これね、受けつつって感じでね、やっていきます。さあ、ゴボリです。ゴボリか。まあ、ロイフォグとか来たら、これめっちゃいさっすよね。ファイボーメガナイト。インドラ、インドラか、ラバーなのかな、まあ、ちょっとわかんないですが、これラバー蓋されたら嫌っすね。さあ、アイスイズにはファイボー、これちょっとあれかな、殴らせなかったら、ここで溶かせそう。あー、ザップ。ゴボリインドラファイブザップは、あれっすね。ポンピオ選手っていう方が使う、まあ、ポンピオバルーンっていうデッキは結構王道かな。いや、結構痛えな。いや、ポンピオバルーンっぽいな。あと、アイゴルメガゴ、ディガあったな。アイゴルメガゴファイブ、あー、そうですね。まあ、若干、まあ、バルーン対決って感じかな。相手に、ファイボーザップがあるのと、あとインドラが厄介かな。まあ、僕のバルーンも通らないことはなさそうなんですけど、結構インドラが非常に嫌ですね。そう、インドラが来た。すごい。で、これで？僕のベビーの位置がちょっと怖いかな。なるほどね。いやー、これどうだろうな。ディガーバルーンが普通に嫌ですけど、戦えないこともなさそうみたいな。アイスウィズ結構大事っすね、これ僕。アイウィズしかほぼいないようなもんなのと、こう来そうですね。まあ、ファイボ防衛も結構大事になってくるかも。いや、これはでかい。いや、ここでキング起動できるのはマジででかい。いや、これちょっと打っちゃおうかな。右側痛い気がしてきた。結構過剰に防衛してるけど、ワンチャンザップ来る。よし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 。いや、いい流れ。いや、流れはちょっと悪くはなくなってきた。これちょっと待っていい？最後にワンパン決めたいですね。さあ、まあ、これはトルネがね、ありますね。いや、なんなら早くでもいいのかな。いや、まあまあまあ。一発殴れ、アイウィズ。オッケーオッケーオッケー。よくやった。で、ここのな、突破がむずいですね。いや、ゴボリとかもあって、インドラもあるから、ちょっと違ったかな。いや、あれにファイブ打って突破みたいな。思ったんですけど、いや、これダメだな。メガナイト出したら完全にあの、エリアドになっちゃうんで。そう、メガナイトは出したらダメです。っていうのを学びです。インドラやべえなインドラやばくないですか、これマジで。インドラとゴブ折りが、これで折りかな。あ、ファイボー。まあまあ、ファイボー使ったら、さあ、まあ、こっからですね。まあ、これは、そんな怖くはない。からの、インド。これ、あれっすね。あの、無理じゃないですか。これ無理っすよね。これフリーズとかだったらね、ワンチャンあったかな。まあ、ファイボだからこその、ちょっとなんか、きつくねっていう。あと、メガナイトあの、僕一回始め出してないですか。あれダメでしたね。あれを出さなければ、ワンチャンあったのかな。だからもうさっきのチェーンスケラに勝てるなら、これもなんか勝てそうな気がするんですけども、ちょっとなんかきつかったです。インドラ無双されちまったな。よろしく。ロイフグぐらいの、なんか、餌的なね、相性が欲しい気もする。さあ、今回相手はコカッちゃんですね。
で、まあ、僕はトルネタルババ5はあるんですけども、相手の施設がテスラかインフェカによって結構変わる気がしますね。テスラだったらこう、まあ、ゴリ押し、気合のゴリ押しでいけるんですけど、さあすぐロケット飛んでくる。ここですね、相手がインフェかテスラかで変わるっすね。攻めたるまでしていいと思います。うん、いやー待って、なんか俺の思ってたんと違う。ババがワンチャン。いやー惜しいな。スケルトン部隊か、スケルトン部隊とロケットがある。なるほどね、なんかバレバレ枯渇みたいな感じなのかな。なんか珍しい気がしますね。ホグ、いやーめっ、あ、うわーマッチか。これキング起動したかったっすね、正直。まあでもこれバルーン、まあこれで多分バルーンかく、あれロケ確定だと思うんですけど、まあ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 、まあ、で端前プリンかな、あるとしたら端前プリンからのみたいな。まあホグ枯渇、ホグ枯渇かな。すげえなこれ。スケルトン部隊とインフェがいたの嫌ですね。であとおギャングもいるんだ。ギャングとあとゴブリンバレル、超枯渇みたいな感じかな。まあ耐えれ、メガナイトもいるんで、僕はね、耐えれないことはないんですけども、インフェでしたね。あのインフェを、まあ、ま、攻めたるババしかないと思うんですよね、突破する方法は。攻めとる、たるババでタゲ取って、メガナイトにスケルトン部隊来るのを、あれ?スケルトン部隊来るのを、どうにかするみたいな。いや、これ、近畿道してもよかったけど、まあ、無視でもいいか。さあインフェが来るでしょう、スケルトン部隊も来るでしょう。え、こんのかい。いやこれ一発入る。あれ待って、なんでラッキー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 、なんかいい感じに、多分インフェ咲いてからのバルーンでコスト的な部分だと思うんですけど、今のはさあ5、2発、相手はワンチャン僕が5ないと思ってるかもしれない。これメガナイトで拾えねえかな。さあ後ろアイビズも出して、いやさっきキング起動したのがでかいっすね。逆サイホグ、ホグなんかもちょっと怖いっすよね。一回待ちたいっすね。ホグ。で、ここはちょっとあんまりね、コスト使わずに、守って、かな?ほどよく行きましょう、ほどよく。インフェ、ロケ。ちょっと悩みますね。これ使っていいかな?あ、勝った。そんなことある?なんかたまにあるんですよね、このユニットね、ターゲット取ろうとしたら取れてねえっていう。マスケット重視とかよくありますけど、気づいたらタワー殴ってて折れるみたいな。まあ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 、インフェなんかきついの、きついの多いな。なんかやってる感じね、ザップとかフリーズとかでもいい気もするんですけども、まあまあまあ、ファイボでも頑張れないこともないよねみたいな、そんな感じですね。さあまた、コカッちゃんですね。コカッちゃん。いや、今、キング起動できましたね。もったいない。ちゃっちゃしちゃえばよかった。で、まあ、このバルーンは正直あれっすね。100% 施設かロケットがあるので、まあ、攻めるバルーンっていうよりかは、このカード回しみたいな、そんな感じですね。さあ、ナイト。ナイトとテスラ咲いたら、これ、端前。てか、このメガナイトでさ、結構きついと思うんですね。ギャングとプリンセス、アイスピとかなので、これ、今、ナイトとテスラないんですよ。これ絶対きついんですよね。さあ、いいロケ。あ、ですが、ロケ打ったことによってコストがない。で、なんならギャング、いや、読みファイブは怖すぎ。よし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 。これ、今のめっちゃ強いですね。施設とナイト冴えたら、メガナイトを受けるユニットが結構なくて、まあ、ギャングしかないんですけど、ランバー追加することによって、なんかギャングもな、なかなかこう真ん中に出しにくいっていう。いや、このダメリードでかいっすね。端前プリンと、あと端前プリンと、まあ、僕はもうキング起動さえしてしまえば、負けない気もするけどな。これもう、打っちゃっていい気がします。トルネあるんでね。まあ、あと最悪ナイトギャング来てもメガナイトで踏めるっていう。おしゃれ。ウッド、と、今なんだ ?ISP?ISP からのウッドみたいなんで。すごいな。うわ、いい攻め。僕がトルネもタルも裂いちゃったんでね。で、ここ、5コスバルーンないかな?ナイトで守って、地味に残るんですよ。で、テスラも起きにくいと思うから、
なんならこう攻めたるババで、いや攻めたるババ行かなくていいか。テスラがね地味に硬い、ハシマイプリンがワンチャンあるぐらいかな。出しちゃおう。ハシマイプリン嫌なんですよね。ウッドで削り、まあケツメガからでいい気もしますね。さあこっからですよ。こっからだな。これキング起動して、よし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 。メガナイト遊ぶんじゃないよ。からの、まあ、ランバーでプリンを処理しつつの、で、よしよし。いや、流れはいいと思うな。からの、これテスラによるか。いや、ロケ撃つっすよね、さすがに。メガナイト、まあ、ケツメガからの逆サイ来たのをランバーとかで守りつつのカウンターが理想かな、僕は。うん。なんか、同サイ全部いっちゃうと、ロケで終わっちゃうと思うんですよね。ファイブでいっか。いや、このテスラの延命が、ちょっと嫌っすね、僕は。このテスラが。さあ、タルババで、まあまあまあ。うわー、いい位置なのか、あれは。逃れてもうてる。ハシマイプリンだけ警戒して。そしたら、相手はね、もうこのタワーにね、ロケ打たないといけなくなってくるんですよね。さあ、神の許容をしていきたいが、いや、悩むな。これ、右ロケでもいいのかな。ナイトのね、突破方法が、ちょっとむずいな。これ。ロケ打った。ロケ打ったらちょっと、ないのかな。いや、あるある、爆破。ちょっとやばいか。まあ、爆破入る。ああ、いいテスラ。逆サイか？これ5、2周はヤンキーすぎる気がするので、一回耐える。いや、ここは、さあ、レイジに、レイジ、これレイジがね、これ強いです。レイジメガナイトがめっちゃ強いので、さあ、プリンとかも全部寄せて、ユニットぶっぱで、さあ、これはね、勝ったかな。よしよしよし、こういうね、なんか、バルーンデッキなんですけども、これいつも言ってんな、僕マジで、キョスキバルーンとか、とかバルーン、僕結構ハマってるんですよ。てか、好きで、マジこう、バルーンを通すんではなくて、バルーン以外でしっかり形を作ることによって、そこにね、相手が過剰にね、防衛するというか、守らないといけなくなるので、そこからのバルーンが強いって感じですね。なので、まあ、メガナイトの後ろに、ポイってバルーンつけるだけも強いんですけど、今みたいなね、ユニットで攻めて、戦うっていうのも強いので、ぜひね、皆さん、こちらのメガナイトバルーン使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。